はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。今日は、ちょっと YouTube 仲間向けにと言ったら変な話なんですけど、 YouTube 仲間向けというか、これから起業とか開業とかされる方についてちょっとお伝えしていこうかなと思うんですけどね。会社設立したりとか会社経営者になりたいっていう人でね、脱税する人と節税する人は意味がね、僕未だによく分かってないんですよ、正直な話言うと。はい、ということで、なんでかっていう話になるかって、チュートリアルの得意さんが、どうも脱税や節税したらしいんですということになるんです。で、そうすると、経営の基本って、この構造で出来上がってるんですよ。簡単に説明すると、で、僕単純に物事を考える癖があるんで、経営って要は収入増やして支出を落とし込めばいいんじゃないっていう発想になるんですよ。で、これが経営だと思うんですよ。普通に考えて私が考えるにはそう思ってるんですよ。ってことは、収入を増やして支出を減らすから、基本的には脱税ってできないはずなんですよ。言ってる意味わかります？皆さん。はい。脱税の方法っていうのは主に分けて2つなんですよ。収入を過小に、収入を減らしたように見せかけるか、支出を増やしたように見せかけるかの、このパターンとしては基本的に2つしかないんですね。収入が少なく見せるか、支出を要するに多く見せるかって、この2つしか、ないということになるんですね。で、収入を多くして支出を減らすということは、脱税と節税が基本思いつかないはずだというのが私の感覚なんですよ。もちろん節税の中にも私もやってるものがあります。国から認められたやつ、国から認められた保険っていうのがあるんですよ。はい。小規模企業共済っていうのと、セーフティー共済っていうのと、あとは保険による控除ですね。生命保険とか、健康保険、そして、個人年金保険。こういったものが4万円ずつということになります。あとは住宅がある場合だったりしたら火災保険のやつとかいうことになるんですね。でね、俺が考える限りですよ。これ俺が考える限りで、これ経営者としてあんまりそんなすごくないんで、そうなのかもしれないですけど、俺が考える限りね、大体生命保険の控除額いっぱい使い切って、生命保険の控除額いっぱい使い切って、健康保険の控除額いっぱい使い切って、で、個人年金の控除額いっぱい使い切って、小規模企業共済入って、セーフティー共済入って、で、個人年金 401K とかあの辺ですね。国民年金基金とかもあるのもあるんですけども、これら大体やったらですね、大体これら6つぐらいやったらですね、大体別に節税や脱税をする必要性ってあるのかなっていつも思うんですよね。はい。いや、いつも皆さんあるんですか？キャバクラに行きたいとか、銀座で豪遊をしたいとか、あるんだったらまた別になってくるのかもしれないんですけど、だそれを全部とりあえずやってしまえば、とにかく国が認められてるやつね、国から認められてるやつを全部バーってやってしまえば、大体の要するにリスクっていうのは、おおよそカバーできちゃうんですよ。大体全部5大リスクも全部大体カバーできちゃうし、要するに税金の節税として、要するに将来の蓄えとか貯蓄とかいうことも、要するにできるということになるんですよ。ただ、一番確かに思うのは、今年だけ2億儲かりましたとかいう場合なんですよね。今年だけ2億儲かって、あとちょっとわかんないっすっていう時は、確かにスポーツ選手とかそういうのだとちょっとややこしくなってくるんで、わからんではないんですけど、脱税とか節税する人の意味わからんねっていう気がするんですよね。だって経営の本質って納税することですからね。僕おかしなこと言ってます？経営の本質って、要は平たく言えば、これが俺がずれてる、経営者として。経営の本質って私が思うには、例えば教育業界で私が塾作りたいですって言ったら、子供たちがしっかり勉強する子供たちが出来上がって、その子供たちがしっかりした大人になって、社会が良くなってくれればいいよねっていうことじゃないですか。最終目標はね。で、そうなるわけじゃないですか。で、社員、例えば他の要するに通信業でも何でもいいんですよ。みんなが楽しんでもらえるゲームが作ればいいよねとか、みんなが要するに楽しくなってくれるようになるねっていうことで、基本は社会を良くするために経営ってすると思うんですよ。その詐欺師とかは別として、要するに社会全体が良くなるよねっていうことをやって、経営としてうまく回していきましょうねっていうことになるわけですよね。で、経営やってたら、普通に考えてわかることなんですけど、経営やってましたっていうふうになったら、例えば年金だったり何やかんやであったりっていうことをやる、税金とか全部ガンガン払うわけじゃないですか。で、税金を払うということ税金を払うということは、社会にとってより良い効果になってるわけですよね。はい。
と私は思ってるんですけど、まあ道路ができたり橋ができたり、まあおじいちゃんおばあちゃんの年金になったりっていうか、まあおじいちゃんおばあちゃんの年金使いすぎてるっていうところは一旦抜きにしたとしても、まあ要するに保育所になったり保育士の人たちの給料になったりっていうことをするわけじゃないですか。ってことは経営の本質っていうのは節税や脱税じゃなくて納税にあるはずだと思うんですよ。これね、俺何回言ってもね、誰も理解してくれないんですよね。だから、経営っていうのは、納税金額を増やすことが、そもそも要するに経営としてその規模を大きくしていく、まあ、規模を大きくそんなにしたくないですっていうのはわかるんですけど、納税していくことで、まあ要するに経営基盤が要するに、使われてくんじゃねえのかなって思うんですよね。でね、脱税する人の意味がわからないよね。脱税する人って大体、まあ大体その、支出を増やすっていうのが大体パターンなんですよ。で、支出を増やすっていうことになるから、支出を増やすってことを考えると、例えばキャバクラ行ったり、バーって行ったり、飲み屋行ったり、バーって行って金バンバン使ったりっていうことをまあするわけじゃないですか。正直ね、労力に合わんと思うんですよね。はっきり言うと。労力とそのコストの要するにベネフィットの関係が合わないと思うんですよね。で、結局その、どんなものにお金を使ったとしても、時間と要するに金が飛んでくんで、時間と金飛んでくんじゃないですか、確実に。要するに、物を買うから、物を買うってことになるわけだから、時間と金と労力が絶対に下がれるわけですよ、そこに。ってことするんだったら、収入増やす方に努力するか、支出を抑え込む努力をする方に、時間を作った方が、私はいいんじゃないかな、というふうには思いますね。だから、YouTube 活動をやったりとか、まあ、これから先に起業するとかいう人たちが増えてくる時代になってくるのかもしれないですけど、あんまり税金にとらわれすぎると、逆に良くないんじゃないかな、って気はしますけどね、私からすると。はい。まあ、収入を増やして支出を減らすっていうね。はい。まあ、Google とか Amazon みたいにね、でっかい会社になってきたら、その税金の金額が半端ないんで、そのグローバル競争になってくると相手も要するに使ってくるからその辺はめんどくさいっていうのは分からんではないんですけど、まあそんなに大規模な会社を経営したいわけではないんだとしたら、大規模な会社を経営したいのではないんだとしたら、さっさと納税してもう要するに税金払っといた方が、まあ時間も労力も使われないんでめんどくさくないんじゃないかなって思うんですけどね。はい。税務署来る方がめんどくさいですからね。税務署来てなんかお金取りますとか言うのね、はい、めんどくせえなって思うんですけど、だからまあなんか YouTube 活動とかやってると収入を公開しない人も結構いますけど、別にあんなもん公開しても別に何の問題もないでしょっていう。いやいや、収入公開したら変な人来ますやんって言って、収入公開しなくても大体変な人来るじゃないですか。変な人って大体すぐ情報もありますから、わからないって一般人くらいじゃないですか。で、一般人に収入公開したから、まあ、アンチコメント書かれるぐらいで、まあ大したことないんじゃないって思ったりするんですけどね。はい。いう感じになるんで、まあ、こんな感じかなという感じになります。はい。だから私ちょっとその税と節税する人の意味がわからないっていうのをまあ言ってるんですけど、まあ基本は、まあこれから先経営者になりたいですよ。YouTube 活動やって YouTube で一銭上げたいですよ。YouTube でお金入ってきましたよって言ったら、まあなんか脱税とか節税とか考えつく人いるわけなんです。まあ私もちょっとやり方を調べました。はい。やり方を調べました。使えないって言われるのがめっちゃ腹立つんで、いや、こうやってこういう風にやると、脱税の手口ってこうだよねって、それは全部調べたんですけど、そこまでね、いや、結構すごいんですよ。庭の要するにところの、要するに生垣みたいなのを作って、その生垣のところの下のところをガーって掘ると、1億2000万円、その池の下のところに眠ってて、家族でやってるの、経営者以外誰も知らんかったって、その1億一体何に使うんやと思うんですよ。に頭回してる方が無駄やって思わんかとか思ったりするんですけど、もうなんかね、あるんですよ。床とかじゃないですか。床とか切り抜いて、で、コンクリで固めて、石膏で固めるとかね。いろんなケースあります。昭和からずっとまあ、一番おすすめなのは丸さの女とかいうのを、調べてみると、こんなことやって節税や脱税するん、脱税するぐらいやったら、貼っといた方が早いやんけとか思うんですけど、はい。結構いますよ。はい。ということでですね。なので、まあ、皆さんもし経営目指していきますとか、YouTuber 目指していきますっていうんだったら、まずは経営の本質は、納税にあるんだということですね。納税をするために起業をするわけで。まあ、従業員雇って給料を払うっていうこともあるんですけど、基本一緒ですね。人に高い給料を払いたいですと、納税金額を増やしたいですっていう話です。はい。で、大体ね、人雇って、
ってきたりしたらそう思うんですけどね、そんなね、あの領収書バン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 切っててね、あのこいつか、例えばですよ、それがあのちっちゃい会社だったら分かるんですけど、その2000万も3000万も要するに年収もらっててですね、そのあれもこれも要するに会社の経費で要するにポン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 落としてたら、こいつクソ野郎やなって人ついてこないでしょ、普通に考えて。で、まあ私なんか思ったりするんですけどね、まあ違うのかもしれません。まあブラック企業予算あるってことはそれが正しいのかもしれませんがね。はい。ということになります。よろしいでしょうか。はい。ということでね、まああんまり納税とかでね、まあ脱税しちゃうような人はもう、あの人雇っちゃダメねっていう、はい、やめといた方がいいと思いますよみたいな。はい。もうこじんまりと自分の周りだけでやっとけば一番、楽だし、お金も儲かるんちゃうんですかっていうふうな気はしますけどね。はい、ということでよろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。